雪をまとって暮らすというのがネイバーズ京都二条城のコンセプトです。まとうというのは多言語では表すことが難しい日本独特の表現ですが、その移ろいを感じることができるラウンジになっています。大きな窓が南側西側にあり、昼間は明るい日が差し込み、夜にはダイニングテーブルの上にある象徴的な照明が優しい光でお出迎えしてくれます。大人数で食卓を囲える大きなダイニングテーブルがあって、ゆったりとリラックスできるテレビ周りのソファー席に、ちょっと落ち着いて一人になれるようなカウンター席やボックスシート席、その時の気分や少人数でも大人数でも一人ですっと利用したい時も、利用シーンに合わせた座席配置になっています。私のお気に入りはカウンターキッチン越しにお料理が得意な人からお裾分けがもらえるカウンター席、各座席にしっかりコンセントも設けられています。キッチン家電もご覧の通り最新の家電が揃っているので、こちらを駆使して今日はどんなお料理がいただけるでしょうか。